AKB0048 の専用劇場。へえ、00劇場。おお、すごい、お客さんがいっぱい。この人たちがみんなファン？当たり前じゃん。ここで歌って踊るんだ私たち。やば、ドキドキする、死にそう。始まるわよ。こんにちは、今日の公演前座を務めさせていただきます。75期研究生です。75期研究生？二人だけ？聞いてください、レモンの年頃。彼女たち75期研究生は不運の木と呼ばれているの。不運の木ですか？教室の窓では日差しの砂時計。脱落者が多くてね、二人だけしか残ってないの。その彼女たちもなかなか襲名できずにいるわ。もう2年間も。2年間も？でも、うん、すっごく上手だと思うけど。それなのに。ちょっと微妙な空気じゃないですか？あ、確かに。若すぎる果実は。頑張れ、花ちゃん。この年頃。花ちゃん。ありがとうございました。飛び散る汗が歌になり、流した涙が星になる。その手伸ばしても ご覧のスポンサーの提供でお送りします。すごかったね。うん、私高見菜と目合っちゃったかも。嘘、本当に？本当だって。今日の公演メンバーは、私もいつかあのステージに。タケル騎士ね。ここが楽屋よ。お姉、お姉
お姉ってそなたのお姉さん？あら、かなたの妹さん？ステージのお姉、すっごいすっごい素敵だったよ。そなた。お姉びー。重い。翼さん、どうしてそなたがここにいるんですか？どうして？この子はまだ年齢制限以下、オーディションは受けられないはずです。そうね。だけど彼女はそれも構わずオーディションを受けに来た。そのやる気を買ったの。そんな。そう、そなたね、やる気満々中なの。お姉と一緒に帰りな。え？今すぐ帰りな。あんたはここに来ちゃダメ。あなたにそれを決める権利はないわ。そなたの人生を決めるのはそなただけ。気は違うけど、あなたたちと同じ研究生、これから行動を共にしてもらいます。東雲かなたと岸田美森よ。こんにちは、美森です。よろしくお願いします。あら、ごめんなさい。よろしくお願いします。皆さん、リラックスリラックス、仲良くしましょうね。ここが私たちの住んでいるゼロゼロの寮ですわ。おお。食堂よ。パパコックの作るお料理は絶品ですの。お、今日から入る子たちかい。今夜は歓迎のスペシャルディナーだから楽しみにしててね。おお。レッスン用の施設も充実。お風呂で汗流しいの。お菓子食べつつダベリーの。エンジョイしちゃってくださいね。どこも綺麗。カチューシャとは大違い。このキラキラ感、アイドルスメルが充満しとるで。何スメルって？わかんない。こう香り立つ美少女たちの残りが、この甘い空間の魅力がさ。変な趣味。誠と優香、オリネ、あとそなた。あなたたちの部屋はここね。お？おー！へー、かわいい部屋。綺麗だね。明日からレッスン始まるから、夕食が済んだら今日は早く休みな。はーい。ねえ、お姉いい？うん。あのね、そなたね、お姉と一緒に、あ、ちえりさん、なぎささん、すずこさんは、こちらのお部屋でお願いしますわ。はい。荷物が届いてますから確認してくださいね。新しい部屋、新しい私、ここから全てが始まるんだ。皆さん頑張ってくださいね。ハッスルですわよ。ハッスル。はい、ハッスル。ハッスル、ハッスル。そっちの部屋はどうだった？シンプルで可愛かったよ。部屋の作りって違うのかな。後でナギさんとこも見せて。うん、来て来て。あ、スズコさん何してるの？リンダです。リンダ何してるの？これを。先代の人たちの写真？センターノバです。センターノバ？何それ？今の AKB0048 は曲によってセンターが変わります。でも以前はセンターノバといって真ん中に立つ人が決まっていたんです。最後のセンターノバは13代目あっちゃんが務めていました。でもあっちゃんの卒業と同時に廃止されました。覚えてる、13代目あっちゃん。子供の時見たライブに出てたよね。素敵だったよね。13代目あっちゃんの前は5代目みーちゃん、その前は6代目ゆいはん、その前は7代目ゆうこがセンターノバを務めていたそうです。すごい歴史があるんですね。でもどうして廃止されちゃったんだろう、センターノバ。ほんとだよね。うわっ、ゆうこさん。やセンターノバは
必ず私が復活させてみせる。今の場所で満足なんてできない。その先があるから燃えるんじゃ。おっしゃ、行くぞ。研究生になれてもその先がある。襲名メンバーになれてもまだその先がある。その先がいっぱいあるって興奮してきちゃうね。ね、うん、だね。やだやだやだ、絶対帰らないもん。いい加減にしな。ちょっとカナタ、嘘ついてまでゼロゼロに入ろうとするなんて。お姉だって嘘つきだ。ゼロゼロ48になるって言ったのにまだ全然襲名もしてなかった。お姉の嘘つき、お姉のデーブー。カナタ、ドッと疲れた。せっかく久しぶりの再会ですのに、かわいそうじゃありません？あの子は何も知らない。きつい練習、どんなに頑張っても報われない辛さ、こんなに悔しくて惨めな思い、あの子にはさせたくない。大丈夫大丈夫、ほら私たちは75期生不運の木じゃないですか。妹さんはもしかしたらポンポンと景気よく襲名メンバーになっちゃうかも。どうしてそんなヘラヘラしてられんの。もう2年だよ、同期の仲間たちはみんな辞めていった。必死で練習した、オリジナルメンバーたちのことも研究した。それでも私たちは襲名させてもらえなかった。襲名に必要なのは魂の資質だって言うんでしょ。分かってるよ、性格や能力、それだけじゃオリジナルメンバーの名前はもらえない。でもこのままじゃあいつらに復讐することができない。私とそなたの父さんは芸能弾圧に立ち向かう組織のリーダーだった。私は父さんが喜ぶ顔を見たくていつも歌を歌っていた。でも父さんはデス軍との戦いで、私がゼロゼロに入りたかったのはデス軍と戦うため。そうだったの。だからそなたには私と同じ道を歩んでほしくなかった。こんな辛くて危険な道は。でも歌は好きなんでしょ。話聞いてた？私は歌なんかどうだっていいんだ。私は好きですわよ、カナタの歌。好きとかそんなんじゃダメなんだ。私は父さんの無念を晴らす。そのためにも襲名して選抜メンバーとして危険な戦地でのライブに出てデス軍と戦うんだ。カナタ、起きなさい。ナギサ、ナギサ、まだ眠い。また遅くまでゼロゼロの PV 見てたんでしょう。パパに怒られるわよ。ゼロゼロ、はあ、あ、起きてたの？君も何か夢見た？チエリ、ん？おはよう。
リズムに乗って。そこまで。死ぬ、絶対に死ぬ。戦闘訓練と変わんない。てかそれよりハードじゃん。何か言った？いえ、何も。そこのちっちゃいの、ちゃんと曲を覚えてきた？ちっちゃい言うな。だから無理だって。まったくこの子たちは。ダメ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 、点でバラバラじゃないのさ。その中でも一番ダメなのはカナタ。今日のあなた、全く踊りに気合が入ってないじゃない。でもこの子たち77期生はまだレッスンを始めたばかり、可能性の塊よ。2年もレッスンを続けてこんなざまじゃね。マジ怖すぎ。誰だっけ、チエリ？あ、はい。あなた前に出てみて、カナタとポジションチェンジで。待ってください、どうしてこんなまだ入ったばかりの子に。バランスを見てるだけ。それにやる気のないあなたに意見する資格はないわ。私できません。まだ振りも完全に覚えきれていません。後ろから先輩の振りを見させてください。私は入ったばかりです、何もわからない。だから先輩にしっかりしてもらわないと困ります。カナタ、カナタ待って。ちょっと言い過ぎだってば。言い過ぎ。お姉は素敵なんだよ。誰よりも素敵なんだよ。歌だって踊りだって。なのにあなた今日から嫌なやつっていうニックネームにしよう。そなた、ああもういいわ。二人もどっか行っちゃったし、今日のレッスンはここまで。いい化学反応起きそうじゃない？そうね。さっきのはないと思う。カナタさんはずっと頑張ってきたのに。なのに。わかってる。見ればわかるよ。ダンスも歌も多分襲名メンバーレベル、それ以上かもしれない。あれだけできるようになるには相当の努力がいるはず。チエリ、でもね、元々の資質って絶対にある。どんなに努力しても手に入らない輝き、それがアイドルの輝き。ナリさん、私たちもカナタさん探しに。あ、あんた、なぎさに何かした？なんでもないよ。行こう。ああ。なんだろうな。歌なんて、踊りなんて。私は父さんの復讐がしたいだけなのに。なんでこんなに悔しくなんのよ。一人だけ踊れずに帰り道泣いた日も思うように歌えずに自信を失った日もある。少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない。これ以上歌われたら、汗の中に目を出してずっと待っている。ダメ、いつかきっと願い叶うまで好きになっちゃう。歌を好きになっちゃうよ。
いいじゃないですの。好きになったって。好きは愛は多い方がいいですわ。だって AKB0048 は会いに行くアイドル、そして愛を歌うアイドルなんですもの。みもり、学校とレッスンの両立に諦めた日もある。だけどアンコールがどこかで聞こえた。夢は涙の先、泣き止んだ微笑みの花。頑張ったつぼみがやがて咲く。夢は、そなた、すごいですわ。まだ襲名メンバーにも選ばれていないのに、もうあんな熱狂的なファンがいるんですのね。お、さ、かなた、うん、おいで、そなた、あんたたちも。はい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。